はいどうもチェリーです。先日ね一番くじの五等分とか、あともう一個何やったっけ、五等分とあこのスバこのスバ五等分とこのスバ引きに行った時の、帰りにねちょっと久々に100均の方にやってきました。で購入してきたものがこちら、クリアファイルを、ディスプレイできるみたいな、ディスプレイっていうのこれ、つなげられるクリアホルダーカバーみたいな、だからまあなんかつなげれるらしいんですよ。まあそのままね、こういう感じ、このね、スタンドに立てかけることもできるし、でさっき言ったこのつなげる2枚つなげたり3枚もいけんのかな、そういうこともできるらしいです。まあこれとね、まあついでもうこれほんまおまけですよ今回、まあせっかく買ってきたから紹介しようということで、もうこんなみんな持ってるミニ色紙ホルダーかな、ミニ色紙ファイル、これをねまあおまけで買ってきて、入れてない色紙をねこの中にぶち込んでいこうかなということで、まあ一応本命はねこれなんで、これを今回クリアファイルをぶっ刺して、前にね失敗したこのガラスケースの中のところにねスポーンと飾っていこうかと思っておりますんで、早速ほんなら開封していきましょうかね。今回は生で開封しますよ、生放送みたいな感じ、じっくりいくよ。うーわおお、これがスタンドね、これ。まあ、ここを今回スタンド使いません。まあ、この写真だけじっくり見てください。クリアファイルをね、スタンドに飾りたいっていう人は、こんな感じで飾れますよということで、じっくりね、見ててください。はい、それでは、開けた感じ、これ。まあ、透明度は確かにある。けど、ちょっと表面の傷が目立ちますな。うん。まあ、クリアファイル入れてもうたら大丈夫やとは思うねんけどね。まあ、とりあえず入れていこうか。どないして入れんねんや。あ、ここね。ここになんか鍵みたいな。カサッと引っかかっとるから。これポンと取りますと。ほんで、開けますよね。もうこれ開けたらもうここに刺していくだけ。もうただただ簡単。うん、単純作業。これこそほんまに誰でもできる。誰でもできるって言った時には、基本的に失敗することが多い国王なんですけど、これに関しては、あれ?え?ちょっと入らへんねんけど、全然誰でもできひんやん、めったくそ硬いねんけど。ちょっと真剣に入れさせてもらっていいですか。これ無理やわ、この上に持ちながらとか入れんの。えー、いや真剣に入れててもこれ無理やねんけど。あ、まあこうね、こう机にこうペタッと置くじゃないですか、でスラして入れとったら入れれますわ。あー、なんとか入る。持ちながらっていうのは結構厳しい。逆にこれ持ちながら入れれたやつがおったら俺もう土下座してでも教えてもらいたいよ。これ絶対無理よ。いや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 、これ結構むずいむずいむずい。はい、さっきね縦のクリアファイルを入れてたんですけど、なんか縦やとねちょっと飾った感じ、隙間が横に余ってたから嫌やなーと思って横型に変えました。この横にね、かける方のフックみたいなのもあったんで、これも縦ね、これが縦なんやけど、こっちの横に飾る方もあったんで、まあこっちでやってみようかなということで、こんな感じかな。うん、綺麗じゃない、普通に全然クリア。なんか表面に傷はあるんやけど、うん、意外と全然見える。で重ね方やねんけど、重ね方というかつなげ方、ここのね、上にフックがあるでしょ、でこの下ここにちょっとまだこの爪というかなんかこれあるんですよ、ペラーンのやつがね、ここに多分、この上の部分をかけるんやと思うよな。はい、こんな感じ。思った通り、ここのね上の引っ掛けるというかチョボの部分に、この下のチョボもうなんか説明わからんけど、これ見たらわかるでしょ、こんな感じでつなげれる。もう雑です、国王。説明むずい、これ名前知らんもん、こんなチョボとか、そんななんていう名前なのこれ、逆に教えてほしい。こんな感じで飾れます、うん、よくない。これを、実際にガラスケースの中にねぶち込んでいきます。チェリーです。はい、これテクニック見えます、皆さん。ちょっとまあね、フィギュアが邪魔なんで見えるかって言われたら微妙なんですけど、これ以前紹介したクリップ、これで挟み込みました。さっきね繋げてたんですけど、やっぱりクリアファイルの幅がね
もうギリギリなんですよ、奥と手前で。正直うわまた失敗したと思って縦のクリアファイルに入れ替えようかなと思ったぐらいギリギリやったんですよ。でもここやっぱりできちゃうんですよね。二度あることは三度あるっていう言葉あるけど、国王の中にそんな言葉存在してませんから、二度あることは二度とないっていう精神で生きてますんでね。はい、まあ下こんな感じ、これもクリップをぶっ刺してやってます。うん、下はまだ見える感じですよね、何にも飾ってへんから。さらにこのちょうど寂しいゾーン、切れ目のところまでしっかりクリアファイルが補ってくれてますよね。この寂しいところ、アルベドとシャルティアがパックリやってくれてます。はい、ちょっとユキナを下にすればよかったかな、見えへんねんけど、これちょっと見えへんな、この角度しか、これもまた反射して見えへんっていうね。まあまあまあ、でもいいでしょう。本来はね、この奥に見えるけど、カラーボックスやったから、まあ、背景というか、色がついてね、だいぶ見栄えは良くなったかなということで、まあ、こんな感じで飾ったりもできますし、普通に画鋲を刺して部屋で、プラーンと飾ることもできますんでね、皆さんよかったら、セリアの方にね、見に行ってみてください。はい、最後にね、おまけのミニ色紙ファイルにぶち込んでいこうかと思います。これちょっと出した方がいいんかな、やっぱり袋から。袋のまま入れれるんやったら助かるんですけど、お願いします、入ってください。あ、でも入りそうやぞ。あ、全然入るやん。おお、見た、今すっぽり入ったで。これもちろんね、裏にも入れれるタイプですよね、太さ的に。ほら、袋に入ったまんまいける。うーわ、それじゃあこれこう2個連続でぶち込んでっていい感じかな。いける、これだいぶテクニック必要ですからね、素人じゃ入れれないですよ、2個連続っていうのは。まあ、2枚連続かな。ほら、すっぽりいく。こんな感じでね、ドスンっていう声だけ出して、あんま声は出したらあかんっていうのは前の動画でも言ったんですけどね、このファイル終わりやないか。あー、もっと買っときゃよかった。俺絶対色紙なんか持ってへんわ思って、あんまり1個しか買わんかったけど、うーわ、パンパン、パンパン、こんな状況、これダメですわ。これ実質10枚入り、10枚入りというか10ポケットって書いてるやんか、10枚しか入れたらあかんわ。えらいことなってる。まあ、100円やからね、まあまあまあいいんかなとは思うけど、10枚入ればけど、おいおいおい、入れれるようにしとってくれよ。こんなんだってこれ絶対入らんやん。ここでもこういうの入れちゃいますからね、はっきり言うけど、この太さ、これに対してここは入れちゃいます。あれ、ほら入った、こういうことですわ。これが国王なんですよね。あー、もう壊れるわこれ、やめとこう。入らん絶対。まあこのまま置いとこうかな、スポンと。別にこれでいいわ、そんなね、ぐわーって毎日毎日こんな見るわけじゃないし、保存してるだけやからね。いやでもこれ正直抜いた方がいいかな。抜くべきやな。また今度ね、一番くじ買った帰りにでも色紙ケース、色紙ファイル、まあ 2,3 個買って帰ってこようかな。一番くじで色紙とかあるから今後も増えるような感じがするからね。やっぱり、オタクたるもの、収納してこそ、オタク収納が醍醐味っていうのもありますからね。こんな感じで100均でいいんですよ、安いの買って楽しく収納しましょう。まあ、よかったらね、クリアファイルのあの飾るやつとこの色紙のねファイル持ってる人多いと思うけど、持ってなかったらまあセリアの方にね見に行ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。